森本浩二は、日本の物理学者。学位は博士。国立研究開発法人理科学研究所。西中速機研究センター長重元素。研究グループ長重元素分析装置。開発チームチームリーダー。東京大学宇宙船研究所教務補佐員。科学技術振興事業団研究員。理科学研究所研究員。独立行政法人理科学研究所。 専任研究員などを歴任した。素粒子物理学などを専攻する物理学者である。東京大学宇宙船研究所の教務補佐員を経て、理科学研究所にて研究員となり、後に専任研究員、専任研究員を務めた。その後、理科学研究所の西中速機研究センターにて、超重元素研究グループの下に設置された。 超重元素分析装置開発チームのチームリーダーに就任した。森田康介らと共に新元素の探索に取り組んでおり、2004年には113番元素を人工的に作り出すことに成功し、2016年にニホニウムと命名された。また、2017年には116番元素であるリバモリウムの構成の検証に成功した。大阪市立大学に進学し、 理学部の物理学科にて学んだ。1991年、大阪市立大学を卒業した。その後は、立教大学の大学院に進学し、理学研究科の原子物理学専攻にて学んだ。1996年、立教大学の大学院における後期博士課程を修了した。それに伴い、博士の学位を取得した。 2016年6月9日、理科学研究所、西中速期研究センターにて、文部科学大臣、長谷博史、文部科学大臣政務官、豊田真由子と大学院終了後、東京大学に採用され、1996年より宇宙船研究所の教務補佐員を務めた。宇宙船研究所においては、エマルション部に所属した。それと、並行して、母校である、 立教大学においては、講師を非常勤で兼任した。1997年、科学技術庁が所管する特殊法人である、科学技術振興事業団の研究員となった。翌年、同じく科学技術庁が所管する特殊法人である、理科学研究所に採用され、研究員となった。なお、2001年の中央省庁再編に伴い、理科学研究所は、 文部科学省の所管となったが、引き続き研究員を務めた。また、2003年には、理科学研究所は、独立行政法人化されたが、引き続き研究員を務めた。2007年、理科学研究所の専任研究員に承認した。さらに翌年には、理科学研究所の専任研究員に承認した。2009年、理化学研究所の西中速期研究センターにて、 超重元素研究グループの下に設置された超重元素分析装置開発チームのチームリーダーに就任した。2015年、理科学研究所は国立研究開発法人化されたが、引き続き同職を務めた。2016年12月1日、福岡県福岡市にて、九州大学大学院理学研究院教授森田光介、理科学研究所理事長、 松本博士、西中速記研究センターセンター長園値秀人と,と、専門は物理学であり、特に素粒子物理学などの分野についての研究に従事した。大学院生の頃は、太陽観測衛星、陽光を利用した太陽フレアやガンマ線バーストなどの研究に取り組んでおり、陽光衛星による宇宙ガンマ線バーストの観測と、題した、修士論文や、ガンマ、 レイフレアオブザベーションズ・ウィズ・ザ・ヨーコーサテライトと題した、博士論文を執筆していた。東京大学に勤務していた頃は、チベットエースが音魔実験に加わり、チベットの観測装置を用いて、空気シャワーや太陽フレア中性子の観測に参画した。理科学研究所においては、超重元素研究グループのグループディレクターである。 森田康介の下で、幅広光や梶広矢なと共に新元素の探索に参画した。超重元素研究グループにおいては、森田がチームリーダーを兼務する超重元素合成研究チームが超重元素合成方法を用いた超重元素の合成を担当し、森本がチームリーダーを務める超重元素分析装置開発チームが、期待重点型半調角分離装置や、 検出装置の維持、開発を担当した。その結果、113番元素の発見に成功し、ニホニウムと命名された。また、2017年には、モリタラとともに、リバモリウムの構成の検証に成功した。これらの業績は高く評価されている。113番元素ニホニウムの発見と命名が評価され、113番元素研究グループに、 大使朝日賞が授与されることになり、2017年1月30日の贈呈式にてグループを代表しスピーチした。また、同年2月には、彩りの国学術文化功労賞が授与されることになり、埼玉県庁での贈呈式にチームリーダーとして出席した。その他にも、113番元素発見チームに対して、ベストチームオブザイヤー優秀賞が授与されることになり、 2016年11月16日の表彰式にチームリーダーとして出席した。東京大学に採用され、宇宙船研究所に配属された際に、大阪弁と東京弁の両方話せるので、研究室ではうまく使い分けているつもりと語る一方、語学については、英語が大の苦手と自己紹介している。2016年12月1日、理科学研究所。 西中速記研究センターにて、ありがとうございます。